あの当社の経理念はですね、あの葬祭業をしてますのでその前提でお聞きいただきたいんですけども、私たちは大切な人との最後の別れを尊厳ある形でお手伝いします。そしてそれにとどまらず人生のマイナスからプラスへのステップを支える最良のパートナーを目指します。これが当社の経理念なんですけども、あのこの経理念に込められている思いと。 いうものはやはり総裁業をやっている中で亡くなった方をやはり一人の人として最後尊厳を持ってですねお送りをするということがまず基本的な思いであるということですねそれから、えー、残されたそのご遺族および亡くなった個人の方と関係する方々のやはり心のケアというものも私たちにとって大切な使命だと。 というふうふに思っていますそういう意味ではその方々の心の状態をマイナスの状態からゼロの状態に、えー、ケアをするという考え方もありますがさらにその先のですねプラ,スへ、えー、プラスになっていただくように我々が支援していけるそういったパートナーへと、まあ、今後進化していきたいなという思いが この遺伝に込められているということですね。社員の人たちが共通してね、志としてしっかりとあの共有できるようなやっぱり言葉をあの作り出さなくちゃいけないなというふうに思いましたね。そういう意味ではあのじっくりとこう考え抜いて、じゃあ自分たちの仕事というものは本来どういう思い志に基づいて 存在すべきものなのかということを真剣に考えてですねそれを共有できるような言葉に変換したというのが一つ一生懸命やったことかもしれないですね現状私たちのビジネスはあの総裁サービス業という業態なんですけれども今後ますます日本の高齢化というのは進んでいきますのでそういう意味では、えー、葬儀だけでなく葬儀を基軸としてですね高齢者の 生活をですね支援していけるような総合ライフエンディングサービス業という業態に進化していきたいなというふうに思っています。具体的にはあの葬儀だけでなく葬儀の前とその後でも高齢者の方の生活支援というものをしていきたいという,ふうに思ってまして、例えば葬儀後であってもですね、えー、残されたご遺族が 多くの方々が今一人暮らししでで生活していいるケースが多いんですねそうなりますとお一人で住んでいると例えば蛍光灯の電気が切れたとしても自分でその電気を外して同じタイプのものを買いに行ってまたつけることってこれ意外に大変なことなんですよ。でも遠く離れたご子息にそういったことをお願いしようと思ってもなかなかすぐに対応できない。 ででも電気がつかないといとうのは不自由ですよねそんな時に身近でですねそういったことをサポートできるような今週中的なです、ね、サービスができるようなことがあれば、えー、高齢者の方々の生活っていうのは豊かになると思うんですね。ですからそういうことも一つのサービスだと思いますけども高齢者の方が生活していく上で不自由をするようなことそういうことを支援していけるような サービスをラインナップをですね今後広げていくことによって高齢者の生活を支えるような業態へと進化していければいいなというふうに思っています。